つも偉そうでバカでエッチでしたけど、基本的にはまあまあいい人でした。壊れたエアコンを直してくれたこともありましたし、椅子やテーブルなんかも。ああ、それ直したの僕ちんなんだけど。とにかくいい人でした。神様、どうしていい人から先に死んでしまうのですか。いっそ僕ちんが死ねばよかったよね。実際そういう空気だもんね。嫌われ者の僕ちんが死ねばよかったのにって空気を僕ちんに気づかれないように隠してる空気だもんね。けど僕ちんもそれに賛成だよ。だって希望の戦士のリーダーだった大門君より嫌われ者の僕ちんが死んだ方がいいもんね。あ、そういえばそうですよ、大門君ってリーダーじゃないですか。リーダーがいなくなってモナカたちはこれからどうすればいいの。モナカちゃんが泣いてしまいましたよ。それならば僭越ながら私もご一緒に。大門くん、もっと遊びたかったですよ。最初にザコキャラのボクチンが言ってれば大門くんは死なずに済んだのに。大門くんにトイレに閉じ込められてたなんて言い訳は通用するわけないよね。そもそも僕ちんがトイレでうんちしてたのを大門くんに見つかりさえしなければ。まあ何も死んだって決まったわけじゃないんじゃないのか。うわー、あんなに元気な大門くんがお肉の塊にされちゃったよ。だからモノクマキッズの報告では死んだなんてなかったぞ。勇者ロボがやられた後で大人に捕まったけど、その後は安否不明って報告しか。不明ってことは死んだってことでしょ。え、ワイドショーを思い出してよ。平和だった頃によく見てたでしょ。安否不明とか意識不明って文字を見てどうせ死んでんだろうって思わなかった。モナカは思った。だけど確認してみないことには。無駄に決まってるよ。大門くんは土に帰っちゃったんだよ。でも念のために助けを向かわせるくらいは。新月くんは仲間外れだね。嫌われ者の僕ちんより最悪だね。え、もう二度と動かないの。おじいさんの時計なの。わかったよ、モナカちゃんの言う通りだ。ダイモンは死んだ、そう考えることにすればいいんだろ。悲しいのはみんな一緒だね。それならみんなで大門くんに祈りを捧げようよ。大門くん、安らかに眠ってね。偉大なリーダーだったあなたは臆病者の割には勇者っぽく頑張ってたよ。いっぱい泣いたらすっきりしちゃった。じゃあそろそろゲームに戻るのじゃ。よし、まだまだ楽しむぞ。まだ続けるのか。それより楽園の設立を急いだ方が。まだ大人の残党だって残ってるんだし。新月くん、もう付き合ってくれないの。わがままばっかりのモナカが嫌いになっちゃった。そんなわけないだろ。
僕らは一緒に楽園を作る仲間なんだから。じゃあ、モナカのこと好き？いきなり何言い出してんだよ。好きとか嫌いとかそういう話じゃなくて。好きじゃないの？だからそういう問題じゃ。ねえ、新月くんのそういう態度ちょっと大人っぽいよ。大人？大人なの？バカ言うな！僕は死ぬまで子供のままだ。魔物になるくらいなら死んだ方がマシだ。そんなの分かりきってるじゃないか。じゃあモナカのこと好き？好きだよ。やったー！新月くんはモナカのこと好きだって。それは一緒に楽園を目指す仲間として出会って、別に恋とかそういうのじゃ。ああ大変だ、新月くんがやけど状態だよ。ジャタロウくんは僧侶なんですし、回復魔法をかけてあげたらどうですか？天陽、天者の祈りを命に変え、かの者に慈悲を与えたまえ。やめろ、僕をからかうな。もう新月くんに意地悪しちゃダメだよ。ポトコちゃんも新月くんも仲間同士なんだから、ちゃんと仲良くしなくちゃダメなの。ボクちんが省かれたのは単に嫌われてるせいだよね。名前が言いづらいからとかじゃないよね？ね、みんなで仲良くしようよ。一緒に楽しく狩りをしようよ。わかったよ。ゲームを続けよう。モナカちゃんの言うことに異論はないよ。さすがは副リーダー。あ、今はもうリーダーだったか。リーダー？だって勇者の彼、名前なんだっけ。とにかくリーダーの彼が死んじゃったんだから、副リーダーの新月くんが新しいリーダーでしょ。僕が希望の戦士のリーダーに？そうだよ、期待してるね、新リーダーの新月くん。ああ、そうだな、期待してくれ。よろしい、頼もしいですぞ。おや、モナカちゃんはお出かけですか？どちらに行かれるのですか？ね、ちょっと用事なの。行ってきます。用事って何かな。モナカちゃん時々一人でどっか行っちゃうけど。女子の用事をあれこれ詮索するなんて、大人なら社会的極刑レベルのセクハラですよ。ああ、もしかしてお通じかな。お通じが悪いのかな。霜に絡めるのはもはや論外です。できるだけ悲惨に死んでくれたらいいのですが。でも時々トイレに行くならむしろ健康なのかも。っていうか、モナカちゃんはうんちなんてしません。女子のうんちが欲しいなら私ので我慢してください。あ、待ってよ、それじゃまるでボクちんが変態みたいじゃないか。ああ、弱ったな。これでボクちんのイメージが固まっちゃったらどうしよう。行くとこ行くとこで人に避けられて、モーゼみたいに道が開くようになっちゃったら。わあ、意外と便利かもしれない。とにかくモナカちゃんがどこに行ってるのかなんて私たちが気にする必要は全くありません。だって私たちが知らなくていいことだから、教えてくれないだけなんですから。そうだね。じゃあボクちんは黙って魔物を狩るよ。
ちゃんとご飯の前に歯も磨くし。ああ、ずるい人発見。抜け駆けは許しません。私だって魔物を狩ります。そうだよな、モナカちゃんのことだし、このゲームだって無意味なんかじゃないはずだ。それこそ町に潜伏している臆病な大人たちに僕らにかなわないと思わせるためとか。そうだ、きっとそうだよ。これも楽園設立のためには必要なことなんだ。あらあら、さっきまで反対していたくせにリーダーになって浮かれてるんですかね。なんだって。ああ、喧嘩はダメだってモナカちゃんが言ったばっかなのに。おい、みんな、お待ちどうさま。ほら、作りたてのミルクセーキだよ。もう遅いですよ、モナカちゃん言っちゃったじゃないですか。ミルクセーキの作り方がわからなくてさ、ネットも繋がらないから調べられないし。あれ、ミルクセーキってこんなモヤモヤっとした色だったっけ。どうかな、ちゃんと砂糖と背脂は入れたんだけど。背脂を？おい、こんなものを支配者である僕ら希望の戦士に飲ませるつもりか。そのヘドロはお前が全部飲めよ。いいか、命令だからな。参ったな、こんなにたくさん飲んだらお腹がタプタプだよ。けど命令とあらば仕方ないか、だって僕はみんなの召使いだもんね。誰もいない駅ってなんか不安になるね。薄暗くて不気味で気持ちが沈むわ。それにこの感じだとやっぱり電車は動いてなさそうね。でもさ、ここから線路を歩いていけば町の外に出られるんだよね。そうだよね、間違ってないよね、ちゃんと助かるんだよね。うるさい、そんなの確認してみないとわかんないわよ。だったら早く行こうよ、ダッシュで駆け抜けよ。あ、でもモノクマに襲われないように死んだふりをしながら歩いた方がいいかな。ねえ、フトワさんってゾンビ歩きできる？やらないわよ。地上の明るさが恋しいわ。地上もそんな明るい雰囲気じゃなかったよ。行く前に改札を出てどうすんのよ。運賃だってもったいないじゃない。あれ、払ったっけ。分かりきってたことじゃない。そうなんだけど、実際に確認しちゃうとやっぱりへこむっていうか。ったく、それ式のことでいちいちへこんでどうすんのよ。
そうだよね。線路を歩いていけばきっと町の外へ出られるはずだもんね。だからそんなの確認してみないとわからないって言ってるじゃない。あんた無駄に信じきってると裏切られた時のダメージが増えるだけよ。アイドルは秘書所で当たり前、宝くじは当選番号を操作している人間がいる。そのくらい割り切ってた方がこの世界は生きやすくできてるのよ。なんかちょっと話がそれた気がするけど、とりあえず行ってみるしかないってことだよね。そうね。どうしたの深川さん、何か不安なの？え、別に何でもないわよ。ただ言ったでしょ、私は暗いのが苦手だって。本当にそれだけ？心配事があるとかじゃない？嫌な予感がするとか、妙な危険を感じるとか、具体的にこういうところに注意した方がいいとか。あんた人をセンサーか何かと勘違いしてるんじゃないの？行くならさっさと行くわよ。どうするかは後で考えればいいんだし。お互いにね。暗いなんて聞いてないわよ。やっぱり来なきゃよかった。街の外に出られるんだよね。
なんかどんどん暗くなってるわね。そろそろ引き返した方が賢明なんじゃない？そう言わずに頑張ろうよ。ここまでうまくいかないと逆に笑えてくるわね。笑わないよ、1ミクロも笑わないよ。何がいたの？そうじゃなくて、なんか頭に当たった、上から落ちてきたみたいで。上から？このピンチを切り抜けたら私死亡フラグだよ。それ私のストレス発散に協力してくれて本当に。
った。超ギリだった。ギリギリガールズね。どうして人格が変わったの？スタンガン撃ってないのに。あれ言ってなかったっけ？私って気を失うと人格が変わっちゃうのよね。しかも次に気を失うまでずっと。ずっと？っていうかくしゃみでもでしょ？いっそすがすがしいくらいに人格交代しちゃうわよ。くしゃみでも変わるの？これまたギリギリよね。まるでモーニングだかディナーだかランチみたいな。くしゃっ！あれ？本当に変わった。何があったかわからないけど、まあだいたい察しはつくわ。それにしても本当に踏んだり蹴ったりね。あんたどこまで不運なのよ。こんなのおかしいよ。絶対におかしいって。私は町の外に出たいだけなのに、どうしてそれができないの？やっぱりもう無理なのかな。私この町から逃げられないのかな。そうかもね。え？けどたとえ逃げられなくても助かる方法はあるわよ。立ち向かえばいいのよ。あいつらと戦うのよ。戦うって。深川さん、ちゃんと考えてから言ってよ。私なんかが戦えるわけないでしょ。自信満々にビビってんじゃないわよ。ちょっと待って、あそこ。何？モニター？また何かの罠かな。あれ、何よこの薄気味悪いガキは。あ、ひょっとしてもう映っちゃってるの？あ、どうしよう。せっかくことこちゃんに伝授されたつかみはバッチリなジョークから幕開ける予定が。ねえ、こいつもそうなの？例の希望の戦士とかいう連中。そうだよ。僕ちんは超小学生級の図工の時間こと僧侶煙ジャタロウなのだ。ただし忠告しておくね、僕ちの名前はまともに口にしない方がいいよ。呪われちゃうからね。ふざけてないで、そのマスクを取りなさいよ。見ているだけで暑苦しい。なんて恐ろしい。そんなことしたらお姉ちゃんの目ん玉が潰れちゃうよ。は？さすがに僕ちも見たくないよ。自分の顔で他人の目ん玉が腐るところなんて。あ、ところでさ、着色料に虫の死骸が使われてるのって本当に都市伝説なのかな。でもわさびとか怪しくない？あの色とか味とか絶対におかしいよね。あんた自分でわかってると思うけど最高に気持ち悪いわね。え、気持ち悪いかな。自分では陽気な子供だと思ってたんだけど、もしかして僕ちんってば陽気さを履き違えちゃってたのかな。だったら謝るね。ごめんなさい、本当にごめんなさい。心の底からとにかくごめんなさい。ごめんなさい、お願いです。どうか許してごめんなさい。いい加減にしなさいよ。気持ち悪いって言ってんでしょ。あれ、許してくれないの？許してくれないってことはさ、お姉ちゃんは僕ちんのことが嫌いなのかな。まだわかんないよね。好
きな子に意地悪しちゃうあれの可能性もあるし、お姉ちゃんたちが二人揃ってゴリゴリのショタコンなら、むしろボクちんが好きで好きでたまらないだろうし。たとえ前世で生き別れの兄弟だったとしても、すでに大嫌いよ。あのさ、さっきから何が言いたいの？話の要点がさっぱり見えないんだけど。まあ、そうだろうね。これはあくびみたいなもんだから、つまりボクちんの口から出てるのは全く無意識の産物なんだよ。だからこれに意味を見出すことは誰にもできないんだ。もちろんボクちんにも不可能なんだよ。要はただの時間稼ぎなんだ。こうやって成長や退化の恐怖を紛らわせているんだよ。そんなものに興味を抱くなんて、お姉ちゃんたちは世界に対して余裕なんだね。さすが魔物だよ。もういいわ。はい、さようなら。あ、ちょっと待てよ。僕ちんは親切に教えてあげようと思っただけなのに。教えるって何を？誠に残念ですが、腕輪のお姉ちゃんはこの町から出られません。出られないってどうして？だってお姉ちゃんは僕らのゲームのターゲットでしょ。あのね、ゲームに不思議は許されないんだよ。全てが計算され尽くされていないとダメなんだ。そのためにゲームには制限があるんだからさ。制限って、まさか。じゃあ泳いで街を出ようとしたあいつがいきなり爆発したのも？あれは僕らのせいじゃないよ。だって爆破しようと思って爆破したわけじゃないもん。ただ勝手に街を出ようとすると腕輪が爆発するようになってただけで。あれ、やっぱり僕らのせいかも。何それ？あんた、そういうことは最初に言いなさいよ。危なくオマルも爆発するところだったじゃない。でも大人はよく言うでしょ、世の中には知らない方が幸せなこともあるって。これからベーコンにされちゃう豚さんはそのことを知らない方がいいはずだし、お姉ちゃんも豚さんも死ぬのに変わりないんだから、知らない方が幸せでしょ。開き直ってんじゃないわよ。ゲームだからってルールの管理がぬるすぎよ。違うよ、ゲームなんかじゃない。だって人が死んでるんだよ。朝比奈くんは死んじゃったんだよ。それをゲームだなんて。命をかけさせられるゲームだってあるってことよ。何それ。もしもし、ボクちんを無視しないでくれるかな。ボクちん無視は嫌いだよ。ねえ、お姉ちゃんは無視とお化けのどっちが嫌い？ボクちんはお化けの方が嫌いだな。あいつらって狡猾な手段で人を呪い殺すからね。プンスカプンプンだよ。もうやめてよ。わけわかんないこと言わないで。そう、そうやってボクちんを嫌いになればいいんだよ。もっともっと嫌いになればいいんだよ。ボクちんは嫌われ星人だから嫌われると安心するんだ。嫌われたらもう好かれる努力をしなくていいからね。安心しなさい。あんたみたいな気持ち悪いガキは死ぬほど大嫌いだから。あ、今のお姉ちゃんの言葉って逆回転させると好きって聞こえるんでしょ。やっぱり不安だからダメ押ししておくよ。もともとそのために連絡取ったんだし。ダメ押し？多分ね。これを見たらお姉ちゃんはもっとボクちんを嫌いになると思うんだ。じゃ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 ーん。
ものに決まってるもの。こっちのやつは商店街で買って、こっちのはトイレに隠れてたのを買ったんだっけ。ああ、ドン引きしちゃった。でもね、どうしてもやめられないんだ。ジオラマ作りは僕ちんの唯一の趣味だからね。どう、こんな悪趣味なものを見せられたら、さすがに僕ちんのことが嫌いになるんじゃない。あ、それとも意外とお姉ちゃんたちも僕ちんと同じで趣味が悪かったり。やめてほしいの？ボクチンが十分嫌いになったから、ボクチンを嫌いになりたくないから。時間がもったいないから、自分の時間が大事だから、なんかもう疲れちゃったから、疲れたくないから。わかんないよ、含みのあることを言うのはやめてよ。ボクチンは子供だからわかんないよ。あんたどこまで行かれてるのよ。誰のせいで。まあ別にいいけどね。だってボクちんは今の方がずっと楽しいもん。魔物さんにはむしろお礼を言いたいくらいだよ。ボクちんが醜くて汚くて最低な汚物だって教えてくれてありがとうってね。ボクちんは汚物らしく汚物にまみれて生きてくよ。誰にも邪魔されない子供だけの楽園でね。子供みたいに泣きじゃくったところで、向こうは仲間だとは思ってくれないわよ。このままあんな連中の餌食になっていいの？だったらやるしかないじゃない。逃げられないなら戦うしかないんだし。だからそんなの無理だって。無理じゃないわよ。あんたには白夜様の銃があるでしょ。そうじゃなくって、私は深川さんと違うんだよ。普通の何もできない女子高生なんだよ。逃げるだけでもどうにもならないのに、戦うなんてそんなの絶対に無理だよ。何のために私がいると思ってんのよ。え、別に一人で何とかしろなんて言ってないじゃない。私が一緒なの忘れてんじゃないわよ。深川さん、あんただけじゃ無理なら私も一緒に協力してやるから、もうちょっとだけ頑張って立ち向かいなさいよ。頼っていいの？散々頼っておいて今更何言ってんのよ。そうだよね、ごめん。謝ってる暇があるなら外に出るわよ。こんな空気の悪いところにいるから気がめいるのよ。あのさ、深川さん。だから謝らないでいいって言ってるじゃないの。ううん、そうじゃなくてありがとう。な、何を改まって。そういうの気持ち悪いわよ。ほら、いいからさっさと外に出るわよ。うん、わかった。
さっさと外に出るわよ。うん。そっちって地上につながってるの？どうだろう。どうだろうじゃないわよ。普通に入ってきたところから出なさいよ。さすがに数が多すぎるわね。ここから出ていくのは危険よ。じゃあどうすればいいのかな。ポンポン聞いてこないでよ。私は音声案内機じゃないんだから。ごめん、深川さんが頼りになるからつい。頼りになる？まあ、あんたより考える脳みそを持っているのは確かでしょうね。そうね、今は一旦地下に戻って別の出口を探すのがいいかもしれないわね。地下を進むの？でも深尾さんは大丈夫？何がよ。だって深尾さんって暗いのは苦手でしょ。地下は暗いところだらけだと思うけど。もしかして私にお手本を見せてるの？怖くても前に進まなくちゃダメだって教えるために？そっか、さすが深川さんだね。それって新しいプログラムの弾？なかなか役に立ちそうじゃない。でもさ、この銃って未来機関の機械なんだよね。その弾をどうして子供たちがくれるのかな。おそらくガキどもの中に私らをサポートしたやつがいるんでしょうね。え？サポート？けど今はそんなことどうだっていいのよ。それよりさっさと出口を探すわよ。
またあの盾のやつだよ。新しい弾で対抗よ。これはアウトね。明らかにアウトな薄気味悪さよ。これ進むともっと暗くなるんじゃない？大丈夫なの？ま、大丈夫じゃないかな。あんた励ますの下手ね。もっとマシな言葉で励ませないの？どうせお前なんかが乙女っぽいことを言うなって心の中で笑ってるんでしょうけど。別に笑ったりしないよ。私も暗いのは好きじゃないし。けどなんだかちょっと安心したかも。なんで安心してんのよ。他人の不幸は蜜の味ってわけ？こんがり焼けたトーストに塗って美味しく召し上がりたいって？あんた根性腐ってるわね。結婚式の二次会でぐちぐち文句言うタイプね。じゃなくて、深川さんも頑張ってるんだなって思ってさ。当たり前じゃない。私だっていっぱいいっぱいよ。血も苦手だし、暗いのも苦手だし、体力もないけど、やるしかないじゃない。私はあんたみたいなグズグズ泣き虫クソ女とは違うのよ。グズグズ泣き虫クソ女って、より、あんたのバカさの方が怖いわよ。う、ごめんね。こんな地下に商店街を作って、一体行政は何を考えてんのかしらね。まさかの行政批判？
このモノクマどもはどっから湧いてくるのよ。そうね、あそこを目指すわよ。いた、モノクマよ。そこにもゲーム機があるわね。まとめて一網打尽にできそうじゃない。
アレン。誰か襲われてるよ。助けてあげないと。ロボットにも仲間割れがあったなんて。はあ、死ぬかと思った。喋った。ああ、怖がらないで。大丈夫。僕は怪しいクマじゃないから。むしろ優しいクマなんだよ。オセロでも。隅っこは相手に取らせてあげるタイプだし。おまる、何してんの。さっさとこいつを撃ち殺すのよ。待って、撃たないで。話せばわかるから。話せばって、だいたいあんたなんで喋ってんのよ。僕にはAI が搭載されてるんだよ。だから他のモノクマとは違うんだ。 AI って人工知能？それがあんたに？そう、僕はちゃんと考えて行動してるんだ。だからむやみに暴れたりはしないよ。むしろみんなの味方なんだ。その証拠に、あら、白いでしょ。白いクマだから、白クマって覚えてほしいな。なんか、意外と可愛いかも。簡単に騙されてんじゃないわよ。むしろ、白くて不自然じゃない。米だけが盛られたカレー皿を見てる気分だわ。そう言わずに仲良くしてよ。綺麗なお姉さんとはできるだけ仲良くしたいな。綺麗？なるほどね。怪しいやつだけど、見る目だけはあるみたいね。深川さんも簡単に騙されてるね。そうなんだ。僕には人を見る目があるんだよ。例えばその人の顔を見ただけで初キスの日時を高確率で当てちゃったりとかね。え、そんな恐ろしい機能が。恐ろしいの？だってキスの日時が分かるなら初体験の日時だって分かるはずでしょ。それを使えば処女を装ってる卑劣な偽物を容赦なく暴くことが可能じゃない。はあ、女子力とはすなわち処女力よ。ゆえに世の女どもは処女を装おうと必死なのよ。けどこいつの眼力があればそんなビジネス処女どもの悪行を暴くことができるわ。これは間違いなく世界を変えられる力よ。例えばの話だからさ。それに今はちょっと関係なさそうだしね。それもそうね。ちょっと熱くなりすぎたわ。ところで君たちはこんなところで何やってたの？
もうダメじゃないか。こんな危険な場所、か弱い女子だけでうろつくなんて。何よ、今度は説教。でもしょうがないんだよ。だってどこに逃げればいいかわからないんだもん。なるほどね。二人は逃げ場をなくした漂流少女ってわけだね。そういうことなら僕に任せてよ。僕が二人を安全な場所まで連れてってあげる。安全な場所なんてあからさまに怪しいわね。人さらいが使うセリフじゃない。きっと二人は今までいろんな大変な目にあって、それで誰も信じられなくなってるんだね。でも世界には素晴らしい人もいっぱいいるんだよ。だから悲観せずにもっと希望を持って生きようよ。のなりで言われても説得力ないのよ。ねえ、安全な場所ってどこ？実はこの先の地下には大人たちが隠れて暮らしている秘密基地があるんだ。秘密基地？ねえ、深川さん、秘密基地だって。他の大人たちが集まってるんだって。だったら私たちも合流した方がいいよね。ねえ、どうする？どうする？せっかく出口を見つけたのに、まだ地下を進めっていうの？ああ、そこの階段から地上に出るのは危険だよ。出口の周りにモノクマがうようよしてるからね。え？やっぱりさ、その秘密基地に行ってみた方がいいんじゃない？けど、そいつの言葉が本当とは限らないじゃない。所詮はモノクマなんだし。僕は君たちを助けたいだけなんだ。嘘か本当かはついてきてもらえばわかるよ。だってさ、どうする？ねえ、どうする？深川さんがやめた方がいいって言うならそうするけど、普通に考えれば行くべきだよね。100人いれば100人が行くべきだって考える状況だと思うんだけど。素直に行きたいって言いなさいよ。ほんとめんどくさいわね。わかったわよ、行けばいいんでしょ。そうだね、じゃあそうしよう。よーし、案内するから僕についてきてよ。白熊。あ、そっちだよ。そっちに進んで。そっちってどっち？使えないナビね。任せるって何よ。わ、入った。そして出てきた。ほら、鍵が開いたよ。すごい、都合がいい体なんだね。都合がいい体って表現がおかしいわよ。
このゲーム機ってどこにでもあるんだね。うまくタイミングを測る必要がありそうね。
ったね。ふう、ちょっとこの辺で休憩しようか。もちろん僕に休憩は必要ないけど、か弱い女性が二人もいるからね。お気遣いありがとう。でも二人ともすごく強いんだね。敵じゃなくてよかった。まだ決まってないわよ。私はあんたを信用したわけじゃないし。僕本当に敵じゃないのにな。どうすれば信じてもらえるのかな。あんた登場からして怪しいのよ。こんな地下で偶然私たちと会うなんて不自然よ。ひょっとして最初から私たちを待ち伏せてたんじゃないの。たまたま地下に入っていく二人を見かけて先回りして待ってたのは事実だよ。ほらね、やっぱり待ち伏せじゃない。けどそれは二人を助けるためなんだ。ちょっと様子を見て困ってるようだったら僕が助けてあげなきゃと思って。何が助けるよ。助けてやったのはむしろこっちじゃない。うい、面目ない。でもどうして私たちを助けようって思ったの。人を助けるのに理由なんていらないよ。僕は自分がそうしたいからしてるだけだもん。え？こんな大変な時に僕だけが毛並みを純白に保っているわけにはいかないからね。深川さん、この子やっぱり本心だとしてもやっぱりおかしいわよ。だって AI があるからって他のモノクマとまるで違う思考なんて変じゃない。そう言われても僕にもわからないよ。性格っていうかそういう思考パターンの AI が搭載されたとしか答えようがないんだ。だいたい誰がどんな目的で僕に AI を入れたかもわからないんだし。それもわからないの。でもそれは人間だって一緒でしょ。自分が何者でどこから来たかなんてわからないよね。だからこそ僕はもう迷わないことにしたんだ。心を持ったからにはその心に正直でありたいんだよ。すごいね、立派だよ。どうかな。モノクマなんかに感心してないで、あんたももっとしっかりしなさいよ。私には無理だよ。別に特別な力があるわけじゃないし。それいい加減聞き飽きたわよ。さてムードも良くなってきたみたいだし、そろそろ出発しよっか。どこが良くなってんのよ。ほらここに入れば下水道に行けるよ。え？下水道に入るの？うん、秘密基地は下水道の中にあるからね。あ、でもこの話はモノクマには内緒だよ。だからそのなりで言うセリフじゃないって。